国家は古代ギリシアの哲学者、プラトンの中期対話編であり、主著の一つ。副題は正義について、国家編とも。なお、ギリシア語原点は長らく、ジョン・バーネットの後本が画をクスフォードから出版されていたが、現在では SR ・スリングスが肯定した後本が出版されている。国家は全10巻で構成され、プラトン中期の作品と考えられている。 その内容は、ソクラテスがアテナイにおける、ケパロスの家で行った議論を記録する対話編の形式で、もともとは、プラトンの創立した哲学と数学のための学院、アカデミイアの講義の傍ら、学生がこれを読んで弁学の一助とするために、執筆されたものと伝えられる。ただしプラトンが執筆した講義ノートの類は残っておらず、それが実際にはどういうものであったのかは不明である。 彼の弟子、アリストテレスの場合は講義ノートのみが現存し、彼も学生向けに戯曲の形の読み物を書いたというが、それは散逸したことで今日に伝承されていない。本書は他の対話編と比べきわだって長く、魂に資料し、よく生きるというソクラテスの思想を、プラトン中期思想に特徴的なイデアを中核に、古代ギリシアにおいて支配的な考えであった。 小宇宙すなわち人間と、大宇宙すなわち国家との対比を用い、個人だけでなく、国家体制そのものにまで貫徹させようという壮大、かつ創造性豊かな哲学体系が提示される。そのため、プラトンの政治哲学、進学、存在論、認識論を代表する著作とされ、古代西洋哲学史において、最も論議される作品と位置づけできる。ゆえに、 本書で展開されている理想国家の発想は共産主義や後世のユートピア文学にも多大な影響を与えた。具体的な内容については、ケッパロスによって提示されたマサヨシが何なのかという問題から始まる。ソクラテスはまず、トラシマコスによって主張された強者の利益としての正義という説を論爆した。しかし、 クラウコンやデーマントスが正義の存在を否定する立場を代理に主張することでソクラテスに対して正義に対する見解を示すように求めたためにソクラテスは個人の延長として国家を観察することで応答しようとする国家を観察するためにソクラテスは理論的に理想国家を構築しておりその仕組みを明らかにしたそして 理想国家を実現する条件としてソクラテスは独自のイデア論に基づいて、鉄人王の必要を主張する。この鉄人王にとって不可欠なものとして、教育の理念が論じられており、正人が人間を幸福にするものと考える。アテナイと外交ペーライエウス紀元前430年、紀元前421年頃、アテナイの外交ペーライエウスにて、 ペーラ・イエブスの巨流民トラキア人たちによる決心ベンディスの祝祭が初めて催されるということで参拝、見物に来たソクラテスとグラウコン。終わって、アテナイに帰ろうとすると、ボレマルコス、アデーマントスらに呼び止められ、ボレマルコスの家へ。ソクラテスは、課長のケパロスに挨拶し、老いアトミについての会話を交わす。その過程で出てきた正しさをめぐり、ボレマルコス、 トラシュマコス、クレートポンを巻き込んだ問答が展開されていく。2巻以降は、プラトンの兄たちであるグラウコン、アデーマントスが、ソクラテスの相手をし、表題通りの国家論、また様々な思想が披露されていく。本編は、前10巻からなる大長編であり、前12巻からなる最後の対話編、法律と並んで、プラトンの著作中では群を抜く圧倒的な分量を誇る。 また、カルミデスや、リュシスと同じく、かつての対話をソクラテスが、読者に語るという体裁をとっており、純粋な対話編と異なり、解説が混じる。共演や、パイドンのように、対話者が回想するという形ではない。国家の全10巻は、大別して、以下の五部に分かれる。導入である一巻では、ケパロス、ボレマルコス、トラシュマコス、クレートポン等が、 次々と入れ替わって対話相手となるが、1巻の末尾から2巻以降は、最後の10巻に至るまで、グラウコンとアデーマントスの兄弟のみが対話相手となる。二人のうちでは、グラウコンがメインの対話者であり、アデーマントスが受け持つのは2巻の大部分、3巻の前半、4巻の前半、6巻の大部分、8巻初頭から9巻初頭など。 この著作で最初に問題とされる正義について各人にふさわしいものを返し与えることもしくは強者や支配者の利益という定義が検討される。しかし両者とも検討の結果として正義を定義することには不適切であると考えられた。そこで個人の正義を明らかにするための方法論として国家を取り上げる。つまり個人の正義のモデルとして国家の正義を検討することで 個人の正義がどのようなものであるべきかを考えるのである。ここから国家の成り立ちについて理論的な考察がなされる。そして統治者の魂のあり方が極めて重要であり、その教育訓練について検討しなければならないことが分かった。そして理想国家においては統治者の魂のあり方と政治体制、正しい政治体制を実現するために、 必要な最高のイデアについての説を通じて論じられる。第3巻からは理想国家における教育が論じられ、正しい知識と単なる思いなしが区別される。後者には模倣が含まれ、詩や絵画は模倣の一種であり、正しい知識ではないとされる。また守護者の育成には、神や国家に対する尊敬を損なうような神々についての説話は教えるべきではないとされる。 そこから、詩人追放論と呼ばれる、教育から詩の学習を排除する構想が主張される。この思想は最後にもう一度繰り返される。魂は三つの部分からなり、正しい魂のあり方とは三部分全てが知識を、司る部分のもとに調和する状態であるとされる。三部分のどこが優越するかによって、魂の状態、すなわち人間が、 どのような性質になるかが決定され、これはそのまま民主制などの国家体制に対応されるものとされる。プラトンは最適者、気概に富むもの、民衆の3種類を想定し、そのどれが社会において上位を占めるかに応じ、鉄人王政、最適者支配性、シ者による過当性、民主性、選手性の5つの国家体制を描き、 どのようにそのような体制の交代があり得るかを描写する。彼は鉄人王政を最良の生態とし、この順に劣るものとし、最低のものが選手制であるとした。ここには、プラトンの経験したアテナイの民主制と主落祭の選手制からの知見が投影されている。プラトンの構想では国家の守護者のうち優秀なものを選んで哲学や 哲学者になるための基礎分野の学習をさせ、老年に達した者に国政の運営を任せる。これが鉄人王の思想であり、そのためにはイデア、ひいては善のイデアの直接な感想が必要であるとされる。ここでイデアの感想は、千分の比喩、洞窟の比喩を用いて語られる。哲学によって人は感覚的世界から魔術材であるイデアの世界を知る。 また、イデアの直接的感想によってのみ、イデアの世界と現実の感覚的世界の間の隔たりと哲学するものの魔術材への憧れ、また、現実世界へのイデア的知識の適用は可能にされる。現実からの類推に始まるイデアの学習がなぜ可能になるのか、プラトンは論証によっては答えを与えず、それらしい物語によってすべての人は魂の輪廻において、 出生前にイデアを見る機会とこの世界での生き方の選択の機会を与えられていることを語る。対話編、国家は、この、L の物語によって結ばれる。ギリシア語の、理解を主ねのわけ。AB、国家家、藤沢のりお岩波文庫ピアニッシも447から455、共演、パイドロスに登場する、パイドロスが浸水している人物でもある。 エウティュデモスに登場する総論家とは別人。一般的には貴族性を意味するが、プラトンは語義通り優秀者による支配の意味で用いている。ありがとうございます。